はい、皆さんこんにちは。ハッスルマミーです。今日はドランクエレファントのレチノールのお話です。ちょっとね、話が長くなるので、概要欄のところにタイムスタンプを目次を貼っておきますので、そちらでレビューに飛びたい方は先にレビューに飛んでも大丈夫です。概要欄をチェックしてみてください。まず最初に、ドランクエレファントの紹介をしていきます。アメリカではね、すでに大人気のスキンケアブランド、ドランクエレファント。インスタグラム受けがいい、かわいいパッケージ。これね、すごいかわいいんです。これ中もね、中もこういう風に凝ってて、こんな感じで、ちょっとアフリカっぽい、ね、感じで。はい、インスタグラム受けがいい、かわいいパッケージと、敏感肌に嬉しい成分にこだわるブランドなんです。2012年に誕生したスキンケアブランド。テキサスの4人の子供を持つ主婦だった創業者のティファニー・マスターソン。彼女がね、長年悩まされたニキビ、赤み、敏感肌、これをね、改善するために作り出したスキンケアブランドなんだそうです。ブランドの特徴としては、6つの成分、エッセンシャルオイル、アルコール、シリコン、紫外線吸収剤、それから香料とか色素、フレグランスですね、ラウリル、硫酸ナトリウム、界面活性剤、をサスピシャス6と呼んで、英語で言うと、これ訳すとサスピシャス6を訳すと疑わしい6つの成分というふうになります。これらをね、徹底的に排除した、ブランドなんです。それから pH バランスを重視して処方されて、パッケージには必ずね、 pH バランスが書いてあるんですよ。これはちょっとミニだから書いてないか。こっちにはこれも書いてないね。pH バランス。あ、ここには書いてある。箱に pH 5.8 っていう風に書いてありますね。pH 3.7 みたいな感じで書いてあります。創業者ティファニーが自分の肌のためにいいと信じる成分だけを選んで作ったスキンケアブランドがドランクエレファントです。で、ドランクエレファントはスキンケアタイプという考えを持たないことでも知られています。乾燥肌とか敏感肌とか普通肌、オイリー肌っていうような分け方をしないんですね。で、そのため商品ページにも敏感肌用とか乾燥肌用っていうような記述は見られません。で、ティファニーが言うには All skin needs to be treated the same と言っていて、誰のスキンもどのスキンも皆同じように扱われるべきという考えを持っています。で、これに関してはね、いつもね、ネットでも議論の種になっているんですが、これがね、ドランクエレファントの特徴にもなっていて、ユニークな信念でもあると思います。2019年10月、資生堂が8億4500万ドル、約895億円でドランクエレファントを買収しました。海外コスメ、スキンケアファンの方は、驚かれた方も多いと思います。これからドランクエレファントがアジアに本格的に進出するだろうと言われています。ファウンダーのティファニーもインタビューで、世界的なブランドになるために資生堂の力を借りると言っていました。でね、私が持っている印象なんですが、可愛くてポップなパッケージ、やっぱりインスタ映えしますよね。で、メッセージ性が強いブランド。こういったね、箱の中に必ずね、こういう風な、お手紙というか、ティファニーからのお手紙みたいなのが入ってます。で、値段はプチプラではないということですね。いや、パッショーニレチノールクリーム、ドランクエレファントのレチノールのレビュー、成分表を見てみましょう。はい、1.0% のレチノール、純粋なビーガンレチノールはスキンケアの中でも最も研究された成分の一つで、あらゆる肌の悩みのバランスを整えることができます。小じわやシワ、日焼けによるダメージ、色素沈着に効果があると言われています。あとね、いろいろ入っていて、ウィンターチェリージュースとかケール葉エキスとか、こういうのは抗酸化物質ですね。それからパッションフルーツ、アプリコット、ホホバオイル、オイル系もたくさん入ってます。保湿効果と肌を落ち着かせる効果のあるリッチなオイルを厳選してブレンドしましたと言っています。で、ドランクエレファントといえばマルラシードオイルですね。昔ディオーディナリーのブランドンが、ドランクエレファントのマルラシードオイルは高すぎる、ぼったくってるなんて言って問題になって謝ってましたが、そのマルラシードオイルですね、こちらも抗酸化物質とオメガ6と9が豊富に含まれていて、吸収性の高い保湿オイルです。
キサントフィル、こちらもこちらに書いてある、キサントフィル、このキサントフィルというのは、植物に含まれるカロテノイドの一種、パプリカなんかに含まれているんだそうです。で、電子機器が発するブルーライトなんかに強力な防護力を発揮するそうです。そしてビタミン F も入っています。肌のキメを整えてしなやかにしてくれる。肌を引き締めるための3つのペプチドも含まれています。成分表を見るとね、こんな感じで、まあ、ドランクエレファントって結構成分表がだらだら長いんですよね。いろんなのが入ってるから。で、57個の成分が入ってるのかな。まあね、いろんなオイル、私はあんまりちょっと成分表が長いのは好きではないんですが、まあどうなんでしょうね。で、ドランクエレファントによる使用方法、朝または夜、なんとね、昼間も使えるんだそうです。ドランクエレファントのこのレチノールは朝または夜、目の周りを避けて乾燥した、ここ大事ですよ、乾燥したお肌ね、清潔なお肌に、ちっちゃなお豆ぐらいの量を塗ってください。ドランクエレファントのクリームやオイルに混ぜてご使用いただけます。必ず日焼け止めを使用してください。で、目の周りは避けてください。で、水分補給と乾燥を防ぐためにこのビーハイドラと混ぜてくださいってなってます。こちらのね、28ドルの安いセットはこの2つがセットでついてきます。レチノール製品は妊娠中または授乳中の方にはおすすめできません。開封したら3ヶ月か6ヶ月以内、酸化する前に使い切るようにしましょう。ドランクエレファントはね、商品同士をミックスしようと進めています。ファウンダーのティファニーがインタビューでこう答えてます。4人の子供と仕事があるから忙しいの。スキンケアをね、レイヤーなんかしてる暇なんかないのよ。だから手のひらで混ぜて顔につけたらもうレッツゴーよ。うちのブランドは他のブランドのように順序やステップレイヤーするとかね、適用する理由はないのよと。もうミックスしちゃっていいっていうことらしいです。で、ドランクエレファントはこのレチノールとビタミン B、 それからこのビタミン C を混ぜて使うことをおすすめしています。なんかね、ちょっとオーディナリーとかで慣れてると結構不思議ですよね。ビタミン C も一緒に混ぜちゃうんだみたいな感じで。ただドランクエレファントは混ぜてもいいと言ってます。はい、で、使ってみた感想です。約ね、1ヶ月使用してみました。舐めちゃいけない。私はね、ずっとレチノール使ってるから 1% 大丈夫だろうと思って、いきなりね、3日間、これのみで、これ使わずにこれのみを使い続けて使ったんです、ね、2日目でね、ちょっとやばいかな、まあ、つけてチリ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 した痛み、肌がチリ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 はするんだけど、まあまあ効いてるかなという感じで、まあ、1日目2日目、でね、3日目もちょっとやばいかなと思ったけども、3日間夜使ったんです。そしたらね、大変なことになって、4日目の朝、洗顔後に、朝ね、洗顔後はすぐあの洗面所でハイラマイトのスプレーを顔につけるんですね。でもうその時点でヒリヒリ痛くて、でオーディナリーのナイアシンアミドをつけたら、もう顔中やけどしたような痛み、でヒアルロン酸つけても痛い、ナイアシンアミドをつけても痛い、もうすぐ洗い流して、結局ね、キュレルのね、このモイスチャークリーム、これがね、大活躍してくれました。そうそう、これなら大丈夫なんですよ。ローションになる。キュレルのローションとか。で、目の周りには、このラロッシュボツのね、アイクリームをつけたり、保湿しました。でね、数日間ピーリングしました。皮がむけて、顔全体の皮がむけて。で、目の周りとかね、もう顔がかゆくてかゆくて、ファンデーションはね、難しいと思います。その後、まあ、3日間使い続けた後、その後3日間レチノール休みました。もう、つけれる状態でもなかった。で、4日目に、初めて、ビタミン B とこれを混ぜて、使ってみました。で、おでこにだけ、ちょっとこわかったから。この時はね、全然大丈夫でした。チクチクもしないし、やはりね、混ぜるとマイルドになるから、混ぜた方がいいです。でね、オーディナリーやインキーリストのレチノールを今まで使っていましたが、ほとんどね、反応が出たことがなかったんですよ。なので、これだけ強いね、レチノールの反応、久しぶりでした。
チオーディナリーのグラナクティブレチノイドは副作用が、ね、ほとんどないことで有名です。でドランクエレファントはミックスすることを推奨していて、まあ、ビタミン B、ビタミン C を混ぜることをお勧めしているで混ぜた方がいいです。でも他のブランドのビタミン B や C は混ぜない方がいいと思います。何が配合されているかわからないから。でレチノールを使うチップとしてはバッファリングという呼ばれる使い方があるんですね。で洗顔後にモイスチャライザーを使う。でモイスチャライザーを使って、これでもいいです。これを使って10分待つ。で10分20分待って、その後今度アイクリーム、これだってアイクリームを塗って、目の周りを守るという意味 でその後にレチノールを塗る。そうすると、そんなにひどい反応が出ない。ちょっとバリアしてくれる感じですかね。マイルドになる。で、1ヶ月使って効果は、ありました。やっぱ使い始め苦労しましたけど、混ぜて使うようにしたらもう全然問題なく、ピリピリする痛みもなくて、皮むけもなくて、全然週3、週4大丈夫でした。大きなサイズはね、買わなくていいと思います、最初は。74ドルもするし、肌に合わなかったら大変なので、まずこの小さいサイズ、これでもね、十分です。これ28ドルで、これ2つついてくる。で、ちょっと見てみましょうか。じゃあ、一応ドランクドラ、ドランクエレファントがおすすめしてる。本当に、もう、こんな感じ、こんな少量でいいです。最初にね、ガンガン使っちゃったから、これね、すごい真っ黄色。で、ワンパンプのビタミン B。で、ビタミン C も、ビタミン C なかったら別に、このビタミン B だけでも大丈夫です。で、ビタミン C。こういうオイルね。これをね、混ぜる。で、塗るという。チクチクしない。このね、レチノールのこれだけ使うとね、すごいピリピリするんですよ。混ぜるとね、やっぱりマイルドになって。ちょっとこれ思うか。これをね、入ってたのが、最初にこれ、ファウンダーのティファニーのサインですね。で、最初に、ドランクエレファントを作るときに、ビタミン A、レチノールは私のノーリストに入っていた。作るつもりがなかったってことですかね。そう、やっぱり怖いっていうのがあって、レチノールは作るつもりなかったんで、スキンをね、剥がしちゃう、剥離しちゃうっていうことで、ダメだったみたいです。でも、そうじゃないんだと。昼間も使えるよと。I saw that you couldn't mix it with AHA. You can. そう、AHA ともミックスしていいっていうんですよね、ドランクエレファントは。これ、こちら TLC、ハッピー、あ、これは違う、これスカルプスクラブか。これじゃないな。これじゃないけど、AHA と混ぜてもいいんですって。そう、昼間はこれとこれを混ぜて使えと言ってます。そう、レチノールの効果が良くなる、もっと倍になる、倍に良くなるわよって言ってます。でね、レチノールの、レチノールを使用するのに気をつけなきゃいけないこと。まずね、レチノールを使用していて大切なのは焦らず少しずつ使用すること。レチノール反応、赤みとか痒みとか皮むけをなるべく避けるためです。私はね、今回スタートからガンガン使いすぎて、ものすごく反省してます。いきなり3日間ね、バッファリングもせず、もうこれだけを3日間使っちゃったので、それはちょっと間違いだったなと。使い始めはね、本当にスローに、ゆっくりしたペースで進めてください。で、自分はレチノール初心者じゃないから大丈夫なんて思い込んで、焦らない方がいいです。で、初めてレチノールを使うなら、例えて言えばね、最初は週1で4週間。で、次の2ヶ月目は週2で4週間。で、3ヶ月目に今度週3で使うとか。で、ゴールとしては40代、50代なら週4、週5で、使うのをゴールにするという感じですかね。でね、1日これを使ってみて、次の日赤みや痒みが出ないから、大丈夫と思ってまた次の日使うとかはしない方がいいです。もうちょっと反応が出る時間があるから、1日使ったらまた1日置いて、またちょっと次の日使ってみるとか、とりあえずちょっと間隔を空けて使った方がいいです。初めはゆっくり使用して、慣れさせてください。私も本当に1週間ね、顔真っ赤で、皮むけるはもう顔の赤みが本当取れなくて大変でした。ステイホームで家に入れたからいいようなものの、これ外でオフィスで働くとか、ファンデーション塗らなきゃいけないなんて言ったらもう
多分大変なことになって、かゆくてかゆくて大変でした。でサンスクリーンを必ず忘れないこと、目の周りと口の周り、あと小鼻の周りもつけない方がいいみたいです。洗顔後にね、すぐに塗るんではなくて、水分がないドライな肌につけてください。角質層にね、水分を多く含んでいると、なんか浸透性がね、良くなって効きすぎちゃうそうなんです。だから、まあ、洗顔後20分以上待つか、寝る前につける、ベッドに入る前につけるってよく言われますけれども、それが理由ですね、はい。で果たしてまあリピートするかしないかで、まあ、するかもしれません。嫌いじゃないです。最初ちょっと ひどい思いしましたけど、そんなに嫌いではないです、混ぜればね。でね、7月はバクチオールを使う予定なので、7月はレチノールお休みします。8月にね、もしかしたらまたちょっと戻るかもしれません。今フロリダがね、コロナの感染者がすごい増えていて、先週なんてもう1日で9000人近く増えてるんですよ。でまたビーチがクローズになったり、バーが閉まったりしていてね、再開したもののまた後戻りみたいになっていて、またねステイホームをしてます。でこの時期にボトックスとかね、レーザーを打ちに空いてるんですけど、まあ、行けない、子供たちも家にいるしね、ちょっと行けないから、しばらくはね、クリニックに行くのも我慢しなきゃいけないなと思っていて、もうねボトックスも打たなきゃいけない。本当だったら、いつもね5月日本に帰って打ってる、6ヶ月ごと半年ごとに打ってるんですけども、打ってないので、やっぱりシワが目立ってきちゃって、でおでこの特にねレチノールをおでこと、あと鼻根、鼻の付け根のシワ、眉間とかねのシワにもう集中的に塗るようにしていきます。まあ、今のところレチノールでなんとかしのいでます。でね、おでこのシワはもちろんなくならないですが、レチノールをね使うと使わないでは全然違うんですよ。まあ、とにかくレチノールを使うと、本当にシワに悩んでる方にはレチノールおすすめです。見た目がね本当に良くなります。はい、全然違うと思います。でね、今日はね、そうそう、いろいろ試さなきゃいけないレチノールもたくさんあって、セラビのレチノールも試したいし、じゃじゃーん、今日は届きました。オーディナリーから荷物が届いております。ちょっと開けてみますよ。はい、開けてみて、じゃじゃーん、久しぶりー、グラナクティブレチノール 2% エマルジョンですよ。在庫戻ってます。今も戻ってます。もし欲しい方は行ってみてください。とりあえず2本ね、いや久しぶりだ、本当に去年から手に入らないんだから。あー素晴らしい。そう、ちょっと前にもね、オーディナリーか、デシウムから届いてて、10% も、ラクティックアシッドのね、10% も戻ってました。綺麗なピンク。こちらの C と B。これはね、このセットで、これセットでこの箱に来るんですね。で、こっちは、これのセットなんです。これで、これ28とか23とかちょっと値段忘れちゃったけど、まあ、30ドルしない値段だったと思います。ドランクエレファントはね、値段がすごい高いので、これ、ちょっと大きさが違うね。これ大きさはちょっと違うけども、これの、本当のサイズだと、いくらだっけ ?50 ドルぐらい ?50 ドルかな。ビタミン C は確か80ドルするんですよ。80ドルはなぁと思いつつ、それだったら別にディオーディナリーのビタミン C でもいいかなんて思ってるんですが、まあ、この辺もちょっと後でレビューいたします。はい、ドランクエルファントのレチノールのレビューでした。初心者の方は、注意して使ってください。強いです。オーディナリーとかインキリストのレチノールで慣れてる方でも強いと思います。なので使うときはよく注意して使ってみてください。ドランクエレファントのレビューでした。はい、チャンネル登録高評価していただけると大変嬉しいです。皆さんはどうですか、レチノール、使ってますか。あとレチノールでこの商品いいよ、試してみてくださいっていうのがあったら、ぜひ教えてください。
はい、それではまた来週、さよなら。